どうも、チクチク、春方です。ライチュウの進化先も実は存在するはずだった。皆さん、ピカチュウの進化先といえば、そう、ライチュウですよね。それでは、ライチュウの進化先はありませんよね。今はそうなんですよ。実は、ピカチュウの原案の時点では、ライチュウの進化先のポケモンが考えられていたんです。その名は、ゴロチュウ。名前はちょっと可愛いんですけど、見た目は牙むき出しで、角も生えて、あろう雷様のようなポケモンだったそうです。強そう。そこまで考えていたのなら、どうしてボツになったのでしょうか。それには2つの理由がありました。まず1つ目はゲーム的なバランスによるものです。デザインが良くないのとかそういうのではなく、単にゲームの内容的に1回だけの進化の方がバランスが良かったんです。2つ目の理由はゲームデータの容量の問題です。当時のゲームはあまり容量が多くなかったので、御三家以外の2進化するポケモンを1回だけの進化に変更してデータを減らさないといけませんでした。そこでピカチュウも1回の進化になったそうです。その後のゲームシリーズでピカチュウの進化前であるピチュウが登場し、今のピカチュウの進化ラインになったんですね。逆に言うとゴロチュウがいたら、今頃ピチュウは存在しなかったのかもしれない。最新版ファンが選ぶ彼女にしたいポケモンキャラランキング、 Twitter と YouTube コミュニティにて全ポケモンゲームキャラ、アニポケキャラの中で付き合うならどの女性がいいか、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです、という質問をしたんですけど、今回はそちらのリプライをもとにランキングを作ったので見ていきたいと思います。たくさんのコメントいただきありがとうございます。それでは10位から見ていきましょう。第10位、チリ。チリは SV の四天王の一人です。チリちゃんはとにかくかっこいいので女性に大人気ですよね。関西弁なのもいいですよね。次は第9位、スイレン。スイレンは水タイプに精通しているキャプテンで、サンドムーンのアニメに登場しています。アニメのスイレンは嘘ですって言ってくれるのが可愛かったですよね。あの特徴的な話し方もいいと思います。次は第8位、ナンジャモ。ナンジャモは SV の電気タイプのジムリーダーです。ナンジャモはあの元気な感じで可愛いですよね。でも撮影しないオフの時のナンジャモは意外と静かそう。次は第7位、メイ。メイはブラック2、ホワイト2の女主人公です。メイはルックスがめちゃくちゃ可愛いので結構人気なんですが、アニメにまだ登場していません。なのでアニメに登場したらもっと人気高まりそうですよね。次は第6位、これは意外でした。ポケモン映画の登場人物、カノン。カノンは水の都の守り神、ラティアスとラティオスに出てきた女の子で、この前のアニポケにもちょっとだけ登場したんですが、このランキングに入るとは思わなかったのでびっくりしました。確かにカノンはすごく可愛いですよね。次は第5位、ユーリ。ユーリは相談のシーノの女主人公です。ユーリはとにかくビジュアルがもう可愛いですよね。僕も好きです。アニメにぜひ出てほしいなと思います。次は第4位、リーディア。リーディアはサンドムーンに登場する女の子です。リーディアは見た目はもちろん可愛くて上品な感じでいいですよね。次は第3位、ヒカリ。ヒカリはダイヤモンドパールの女主人公です。アニメでのヒカリはドジなところもあるけど元気で可愛いですよね。大丈夫っていう口癖も好きです。次は第2位、リコ。リコは新シリーズの主人公です。リコは結構最近のキャラにもかかわらず2位ということはすごく人気だなと思います。確かにリコは性格もビジュアルもめちゃくちゃ魅力的です。さすがアニポケの主人公ですよね。ビジュアルも相まってもうこんな人気なんだなと思いました。そして彼女にしたいポケモンランキング、一番票が多かったキャラは第1位、セレナ。セレナは XI の女主人公です。今回は SV の新キャラやあのリコもいたのでどうなるかわからなかったんですが、やっぱりセレナはいつも大人気ですね。アニポケに登場した VZ を手持ちしている代表的なトレーナーを紹介してみた。まずはシゲル。シゲルは無印編に登場するサトシのライバルのトレーナーです。サトシと同じマサラタウン出身で大キラ博士の孫です。シゲルの手持ち VZ はブラッキーです。そらずのポケモンの中で特に自信があるのがブラッキーみたいですね。次はハルカ。アドバンスジェネレーション編のヒロインです。スワティアからもらった卵から生まれた EV はグレイシアに進化しています。 EV 時代は甘ん坊で無邪気な性格でした。次はデンジ。ダイヤモンドパールで登場する電気タイプのジムリーダーです。サトシの豪華ザルといい戦いをしていました。次はシロナ。シロナはチャンピオンリーグマスターであり CO の考古学者でもある人物です。負傷したメロエッタのために氷枕を作る目的で手持ちのグレイシアが登場しました。次はセレナ。セレナは XY のヒロインですね。お花畑で出会った臆病で人見知りな EV が進化してニンフィアになりました。ニンフィアになってからはトライポカロンで華麗なパフォーマンスを披露していましたね。次はグラジオ。グラジオはサンドムーンに登場するサトシのライバル的存在です。グラジオの手持ち VZ はブラッキーです。幼い頃に草むらに怪我をしていて助けた EV がブラッキーへと進化しました。普段はボールに入れずに出して連れ歩いています。次はスイレン。スイレンはサンドムーンに登場するスクール生の一人です。スイレンの手持ち VZ は EV、 なぎさという名前を付けられており、最初は毛で目が隠れていましたがスイレンがカットしたため前髪がある EV で可愛いです。最後は小春。小春は新無印で登場するヒロインですね。小春と出会う EV は EV 進化研究所から逃げ出した EV です。体を蝕むメガ進化の真実がヤバすぎる。メガ進化とはポケモンの秘めた力を一時的に解放することで、それまでの進化の限界を超えたパワーアップを遂げること。
ポケモンとトレーナーの固い絆の証がなせる技であり、トレーナーが身につけるキーストーンとポケモンに持たせたメガストーンが強い絆によって共鳴することで、一時的に姿が変わって能力が上がる。そんなメガ進化なんですが、実は図鑑を見ると怖いことが書かれているのです。メガ進化ポケモンの図鑑をいくつか見ていきましょう。まずはこちら、メガギャラドス。メガ進化が脳にも作用、全てを焼け尽くす破壊の本能しか残っていない。メガ進化すると脳にも作用してしまうようです。幻覚みたいなものが見えるのかな。ちょっとかわいそうですよね。次はこちら、メガヤドラン。メガ進化のエネルギーは全て尻尾のシェルダーに注がれた。そしてヤドンも丸呑みにされた。ヤドン丸呑みにされてるのはちょっとかわいそうだけど、見た目ちょっと面白いですよね。次はこちら、メガハッサム。過激なメガ進化の力を蓄えるため、長時間経つと体が溶け始めてしまう。体が溶け始めてしまうとかマジで痛そうですよね。こうなるとあまりメガ進化させたくないですよね。次はこちら、メガヘラクロス。凄まじいエネルギーを浴びてビルドアップ。メガ進化が終わるとひどい筋肉痛に悩まされる。一気に力を使うから筋肉痛になってしまうようです。てかポケモンの世界にも筋肉痛とかあるんですね。次はこちら、メガサメハラ。黄色い模様は過去の古傷。メガ進化のエネルギーが巡ってズキズキ痛んで苦しいらしい。いや、さっきのハッサンもそうですけど、メガ進化状態は本当に苦しいっていうのはトレーナーとしても辛いですよね。次はこちら、メガガブリアス。過激なエネルギーで両手と羽が溶けてしまい、巨大な釜状の形に変化した。溶けてしまうって怖すぎますよね。メガ進化した方が強そうではあるけど、なるべくやりたくないですよね。次はこちら、メガルカリオ。メガ進化エネルギーと波動が交わり、駆け巡った跡が全身に黒く刻まれている。この体の模様をかっこいいと思っていたんですけど、ある意味ルカリオが苦しんだ跡と言えるので、ちょっとかわいそうにも思えてきます。 XY のアニメでもコルニのルカリオがメガ進化を習得するまで暴走して苦しんでいましたよね。ポケモンそれぞれメガ進化して強くなる代わりに、代償として体に支障が出てしまう個体が多いようですね。以上ですが、どうでしたか？強いけどメガ進化って実はポケモンにとって危ないものなんだなと思いました。皆さん、メガ進化についてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。結局何だったのか、リコのヘアピンとサトシの共通点。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとローリエ、二人はライジングボルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ているんですが、主人公のリコは髪に特徴的なヘアピンをつけています。このヘアピンはリコのビジュアル公開時からすごく話題になっていましたよね。なぜ話題になったかというと、知らない人のために話しますが、ヘアピンの形が初代のサトシの帽子に書かれていた N マークと同じ形をしていたからです。サトシの帽子は当時のポケモンリーグの公認キャップで、ポケモンリーグの L が真ん中にデカデカとあるんですが、その形と見比べると確かにリコのヘアピンの形は似ていますよね。そのせいでサトシの子供説も浮上していました。僕もこのヘアピンに関しては何回か動画を上げたんですが、未だに気になっている人も多いのかなという印象です。しかし今50話ほど放送されているにもかかわらず、このヘアピンに関しての話は特にありません。重要なものであればすでに話があってもおかしくないのに全然ありません。となるとこのヘアピンとサトシの帽子のマークは似ているだけで、そこまで重要ではないということ、イコールただ単にリコの L をこのヘアピンで表しているだけなのかなと思いました。最近そう思う理由としては、ロイの T シャツにロイの R が書かれていまして、ドットの新しい服にもなんとドットの T がついています。このように名前のアルファベットを取り入れているだけ説の可能性はありそうです。まあただ L にしても他のデザインもあるのに、サトシの帽子のマークに似せたということは、リコとロイ2人いるけどメインの主人公はリコだよという目印なのかもしれません。皆さんこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。ちょっと戻したらチャンネル登録、よろしくお願いします。では次で、せーの、グッディー。